こんばんは、ガゼットのウルハと青井です、今夜もガゼットのギタリスト2人でお送りしていくんですが、もう今週もですね、引き続き海外にいるわけですけども、ここはどこでしょう。ここはですね、愛も変わらずメキシコでございます、ちょっとさっき屋上だったんですけど、ちょっと埃がすごくてね、すごかった。僕らちょっと室内に今逃げ込んできたところですね、はい、ちょっとねシチュエーションが変わってお送りするわけですけども、はい、このツアーのなんかエピソードでもあります。エピソードはまあそうですね、まあ、ぶっちゃけ今3日目なんですよ。そうですね、ツアー来て、だからメキシコ終わったとこなんですよね。そうですね、だからエピソードとかないっすだいぶやってるんだよね、全然エピソードないっす。まあでもあれじゃないですか、こうすっげえ疲れたよね。疲れましたね、ちょっと標高がですねここ高いんですよ、はい、2230m ですか、はい、東京と比べるともう全然 2200m 以上、違うんですね。だいぶ空気が薄いですね。そうですね、僕らはもう高山トレーニング並みにですね、はい、頑張っておる次第でございますね。そうですね、もう疲れやすくなってる中で、はい、13曲もやる、ね、そうですね、本編でね、はい、ということで頑張っております、はい、この番組では毎月日常においての疑問をテーマに掲げ一緒に考えていく番組です、はい、今月の疑問テーマはバンドということで、なるほど、ガゼットへの質問ではなくバンドに関する一般的な疑問質問を募集しております、はい、送り先はメールで、ラジガゼアットマークインター FM.jp、 ラジガゼアットマークインター FM.jp、ツイッターはハッシュタグラジガゼ897、ラジガゼはカタカナでつぶやいてください、はい、そして今週もですね4月27日リリースになったニューシングル、はい、アンダイングをお送りしていきたいと思っております。はい、楽しみですね。なので、はい、まずは1曲目。なるほど、まだジャブからいきたいと思うんですけど、はい、そんな感じで聴いてください。ガゼットでシバー。ラジガゼ、今夜はウルハと青いで、メキシコからお送りしております、はい、早速ですが今月の疑問テーマバンド行ってみましょう。はい、はい、お願いします。ですね、まず1通目、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、待ちましょう、その間に小話で、ウルハさんも最近ですね、だいぶ慣れてきたのかこうトークもですね、なかなか滑舌もよく喋ってるじゃないですか。すいません、これ名前どこに書いてあるんですかね。なるほど、そんなところですね、今ね。これどこに書いてある。一番下ですね。一番下ですね。ああ、わかりました。はいはい、よかったです。すいません、読めないんですけど、これ何さんですか。ことこさん。ことこさん。あ、すいません。はい。本番中ですよ。本番中ですよ。回ってないですよね、これね。回ってます。回してください、ね。ことこさんです。はい、ですね。お二人は起きた直後、また寝る直前にすることは何ですか、はい、あと寝ている時は仰向け派、横向き派、うつ伏せ派、はい、結構ゴロゴロ動く派のどれに近いですか、はい、ということです。何やってますか起きた直後。起きた直後は僕まず顔を洗いますね。ああ、いきなり。いきなり。すげえ行動派だね。もうサッと起きて。俺できないな。本当、何ですか。もうぼーっとしてグノシー見る。あー、なるほどね。それもまだある。とりあえず携帯いじんない、なんか。あー、なんかそういう時もある、うん、そういう時もある。起きた時いきなり俺顔洗えねえわ。本当、メールとかが溜まってるとまず携帯とか見ちゃう。見ちゃうとさ、1時間とか30分とか。あ、経つ経つ、余裕で経つ。それがもったいなくてね。もったいないですね、うん、その時間があれば何ができたかと、飯が食えたんじゃないかと。そうですよ。まあでもやっちゃうんですよね。ちなみに、はい、寝ている時は僕ね、横向き派ですね。横向き、はい、横向きが必ず。そう、ずっと寝れるのは横向き。で、寝苦しい時は下向き。下向きっていうんですか、うつ伏せ。マジで、はい、うつ伏せになると本当にあの埋もれて心臓になる時ない。ああ、若干今まで生きてこられたんですけど、はい、いや俺結構こう夢の中で溺れてる夢とか見て、うん、パッと起きたらもううつ伏せでブッってなってる時。誰かが水とかピッてやってるなるほど、はい、日々狙われてる可能性が高いというか、ね、ありますね。ちょっと気をつけたいと思うんですが、そんなところで次の質問いっちゃいたいと思います。お次はですね、はい、リミスケさんですね、はい、
メンバーで打ち合わせをするときなど、はい、席順は決まってますか、はい、どんな席順ですか、うん、これはなんかこれ、ね、若干あるようでないような、僕ら打ち合わせって大体続くんですよ、はい、1週間の中でパーッと続けてやるんですけど、続きますね。そうすると最初に座った時の席順で大体座っていくんですよ、うん、次の日とかも、うんうんまあ、来た順みたいな、そうそうそう、その中でもひときわ豪華な椅子があるんですよ、うちの、ありますね、社長のデスクみたいな、そうそうそう、あれは僕座りたくないんですよ。なぜ自分が偉そうに見えるから。なるほど、 それに座っちゃう人は誰なんですか。やっぱり人しかいないですよね。まあでも偉いですからね。まあまあ偉いですね。割と最近じゃあちょっとかっ なんすかね、ちょっと競争的な感じ。ああそうね、なんかちょっと周りから言われてますよね。彼はその豪華な椅子に座り、まあでも彼が座らなくて誰が座るっていうところだったら、ファンの方も多分そうそう、なんか座っててほしい感じありますもん、うん、多分ね、僕ら下々が座ってダメなんですよ、そういうのって。まあ信者が座るなと。はい、そうなんですよね。まあでもそれでいていいんじゃないですかね、うんうん、キャラクター的な感じで。そうですね。まあでも先週の話じゃないですけど、うん、やっぱり浦さんやっぱりいつも遅刻してくるんでね、はい、あの選ぶ余地がないじゃないですか、いつも。あまあまあそうですね、うん、選んだ試しはないです、ね、そうですね、空いてる席に座るっていう、まあ、なぜなら遅刻してるんですね。心得てますね、重々、よかったです、よかったです、よかったよかった。まあ遅刻して社長席に座るっつうのもな、ありかまだありだけどね、そうね、まあそれはガチな社長になってからそうね、ということでもう1つぐらいありますか。はい、ありますね、はい、ですね、タケアットケイさんですね、はい、ギターは持ってて練習してもうまく弾けてるのか合っているのか分からず挫折いつもしています、はい、やはり独学ではなく教えてもらう人を作った方がいいですか。なるほど、なんですけども、はい、どうでしょう、ギタリスト。これはですね、習ったことないでしょ。全くないですね。ないでしょ。ないですね。このね、よく分からないっていう人の心理がよく分からなくて、僕もそんな上手いわけじゃないですけど、まあちょっと変な話ですけどね、うん、音楽なんていうのは、うん、こう音程とか決まってるわけですよ。そうですね、音程とそのふわりは決まってるわけですよ、はい、それが理解できれば分からないなんてことはないでしょっていう話じゃないですか。そうですね、基本的に音楽っていうのはね、まあ、その2つさえ抑えられたらどうですか。それもあるし、やっぱ決まり事なんてあんのかなっていうか、うん、逆に何か学びたいことがあるんですかっていうところです。そうそうそう、だから例えばその教えてもらうとかってなるとやっぱ答えは早いよね、うん、そうだね、うん、答えに行き着くまではね。でもそれがプレイできるかどうかはまた別の話で、うん、ちょっと勇気あることを一個言っとくとしたら、うん、まあ俺は未だにコードがよく分かってないです。なるほど、僕も分かんないですね。でも最近ってほら、うん、アプリとかでさ、こうコード見て押さえてるところを打ち込むとコードの名前が出るのとかもあるでしょ、はいはいはい、ああいうのを活用していけばまあ分からなくたって、ね、まあね、うん、コードなんてまあでも多分自分が、うん、なんだろう、もっとこうエンジニアみたいになって、うん、いろんなアーティストと関わったりとかしたりしたら、うん、コード知ってないと話にならないんだろうけど、ね、そういうのあるだろう、まあ、今はそれないけど、ただ単純にバンドをやるんであれば、うん、そんな特に難しく考える必要もないし、まあ、どっちかっていうとね、イマジネーションが擬音で伝えるもんね、うん、あそこのグワーってなってるところのグワーの部分がどうこうとか、うんうん、そういうのの方が大丈夫、そっちの方が早かったりするからね、うん、ぐらいかな。だからそんな難しく考える必要はないんじゃないかなと思います、ね、まあでも習いたいんであればね、そういう学校もあるわけだし、うん、全然そうそうそう習ってためになることが多いと思うし、ね、うん、僕らは習ってないから分かんないんだけど、そうなんですよね、きっと上達も早いんじゃないんですかね。そう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 、選択肢の一つでしかないですからね。そうですね、それをやったからどうこうなるわけではないと、うん、はい、そういうことなんです、はい、じゃあもう一通ぐらい、あ、行きますか、ね、行かない方がいいですかね。あ、まあどっちでもいいんじゃないですか。じゃあ行き過ぎですかね。あと3通しかないかな。はい、じゃあそれでは、曲の方行きたいと思います。はい、聴いてください、ガゼットでいびつ。お送りしたのはガゼットでいびつでした。はい、ラジガゼ、今夜はウルハとアオイで、メキシコからお送りしております。おい、ですね、はい、まあ今夜はね、すいません、はい、今夜はっていうかいいんですよ、今夜でもやりたいようにやろうぜ。はい、
弟子の質問をいきたいと思います、はい、また質問で申し訳ないですけども、はい、ですね、キキさん、はい、対バンって勝ち負けないんですかということなんですけども、はい、ちょっと、はい、教えてください。なるほど、対バンというのはですね、はい、これ戦なわけですよ、はい、そもそもがね、仲良し小良しなんてもうありえない、なありえないわそんなのは勝ち負けはどこで決めるんですかね。これは、まあ、気持ちの上でですよ。その動員数がないんですよ。動員数とかじゃない。はい、まあ、それ例え負けてても、動員数が負けてても盛り上がれば OK みたいな。まあなんつうんだろう、ハート？ハート。そう、ハートをどこまで熱くできたか。お互いにね、オーディエンスとか。それを測る物差しってあるんですかね。ないっす。それがあったらみんな売れてるっすね。なるほど。でもよくね、その、こう SNS とかで、はい、こう、なんて言うんだろう、今日こんなバンドと一緒だったよパシャみたいなやつあるじゃん、あるんですよ、はいはい、僕ね、あれがよく理解できないんですよ。だからこんなバンドと一緒だった、それはその出演者、そうそう、その対バンイベントっていうんですか、あ、で、あ、知り合い同士で、そう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 、知り合いのバンド、はいはいはい、と一緒にこう仲良く写真撮るわけですよ、はいはい、まあいいんでしょう、いいでしょう、なんかいいですよね、そう、いいでしょう、いいでしょう、うん、違う違う違う、でもバンドっていうのはそいつらの屍を越えた先に栄光があるわけです。あ、割と最近ってそういう結構フレンドリーなのかな。そうなんですよ、それ SNS のまあまあおかげというか、おそらくその受けがいいんでしょうね、この下世話の話ですよ、下世話の、あ、下世話の話ですけ どこうパッと反応もいいんでしょうね、その若い子たち、 あのバンドとこのバンドの何々くんが、うん、そうそうそう、仲いい、テンション上がるみたいな、あります、あ、一緒に写真撮るんだ的なね、あー、なんかわかる気がする、うん、まあ、我々の時はなかったですから、そんな、うん、だから今あったらやってたかもしれない、やってたね、やってたね、こいつはいいっすね、でもね、あんまりね、しょっちゅうしょっちゅうそうやって言うのも、うん、本当にね、仲がいい友達であればね、それもいいんだろうけど、俺らもな、アホみたいに牙向いてたからね、そうなんですよ、うん、僕らも牙でしかなかったからね、誰が仲良くしてやるか、この野郎ぐらいの気持ちでしかなかった。そうだね、何なんすかね、あのとんがり具合はね。でもね、やっぱりそいつらをね、踏み台にして上がっていくしかないんですよね。そうですね、うん、まあ、仲良くしたところで何かが生まれることってあるんですね。そう、結局ね、仲良くしても来年そのバンドいるかどうか分かんないからね、ぶっちゃけですよ、うん、仲良くしてたってしょうがない部分であるんですよ。まあでもこの交流が深まることによって、うん、このなんすかね、いい話ができたりとかって、そういうところでメリットはないんですかね、うん、それはだってほら別にプライベートですればいいじゃん。まあそうだね、それを主張する意味はないという、うん、ファンサービスでしかないという、なんかもっとこう尖っていたよねバンドって、うんうんうん、でもそれが受けちゃう悲しい現実もあるんじゃないの。まあね、それはあるかもしれない。みんながやるってことはやっぱ反応がいいってことなんでしょう。まあでしょうね、多分ね、わかんないですけど。でもそればっかやるとやっぱ芯がない感じ、イメージ。なんかね、もうちょっとこう悲しいよね。バンドとバンドのなんて言うんだろうね、そういうギラついた部分っていうのを、俺は好きだから、そっちの方がバンドがね、うん、逆にそういうのやん、一切やんないバンドとかいるのかね。いたらぜひとも見に行きたいね。あ、うん、いないぐらいみんなこう仲いいんだ。そうだね、割とみんな仲良しだからな。だからステージとか見ててもすごいかっこいいライブをしてても、そのアフターでそういう写真がポンって上がってくると、あ、ちょっとなえるみたいな。そうそうそう、なんかちょっとお前もやっぱそっちかみたいな。多分女の子は嬉しいんだけど、ちょっと男から見ると、ああ、うん、そういう違いはあるかもしれないね、男と女はね。あるね、うん、まあじゃあそういうところは積んでいってもらって、青さんに。なるほどそう、そういうやつなの、足から積んでいって、はい、うん、あ、じゃあ次の質問いきます、はい、カタツムリンコさんですね、はい、なんで夜行性なのと、うん、シンプルな、はいはい、まあ、これはですね、本当は嫌ですよ僕。多分あ、はい、青くんはもう夜行性ではないのかな。僕はもう夜行性ですよ基本的に。あ、本当ですか、なんか割と朝早い。あ、でも最近はそのなんて、生活リズムがほら俺らってないじゃん、うん、ない、結構ね、だからこうずれてくんだよね、だんだん戻そうとしてるってことですか。いや、徹夜とかしちゃうと戻っちゃうっていうの、朝に、あ、うん、一周しちゃうってこと。そう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 、で仕事がね最近そういうのが多かったから。これでももうしょうがなくない？だって無理だよね、うん、そうなんだ、ね、やっぱ規則正しい中で、うん、やれる量じゃないと。そうね、でも時間が決まってないのがほら業界人だからね。まあ、ね、僕は業界人じゃん、言っちゃえばね、うん、
庭好き業界人って言わないのかもしれない古いっすね、なんか表現が。そうそうそう、だからね、僕は定時がないからね、そうっすね、なかなか好きでね、飲み歩いてるわけじゃなくってね、そうなっちゃうんだよね。なんせ事務所が11時からじゃないと開かないしね。まあね、そうなんだよね。そういうところもあるよね。あれが8時から開けてくれるんだら別に8時から行ったっていいし、ないか。まあでも曲作り期間とかってまた大丈夫ですか、やっぱより一層夜行性になってしまいますよね。まあそうね、結局はなっちゃうよね。そう、やっぱ追い込まないとできない時って絶対あって、ちょっとキリのいいとこまで、じゃあ8時で終わろうっていう中でできる量じゃないんだよね、これ難しい本当に。だから必然的になってしまう、なんで夜行性なのっていうか、本当はなりたくないんだけど、やむを得ずというところですかね。はい、じゃあ次の質問いきます。アナログマシーンさんですね、リーダーは給料高いの、なるほど、ですけども、いや実際どうなんですか、ね、これ大丈夫ですかね、電波に乗っけちゃって。これってぶっちゃけるラジオですよね、これね、ぶっちゃけるラジオ、あ、はいはいはい、電波に乗るかどうか結果次第だと思うんですけど、まあね、まあこれはまあ一言で言えばあります、あります、なるほど、あります。リーダー手当っていうんですが、まあ、まあそのリーダー手当って本当にあるんですかね、俺都市伝説かと思って。ああ、これはね、あります、ある、あります。彼はだって車を車検に出して、その台車が乗り心地よかったっつってそれを買ってきた男ですからこれはだって手当できるでしょ、行動がおかしいよね。なんかふとこれがなんとか超えるバンドの姿じゃとか言ったりする。そう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 結構ね、これ電波に乗せられない会話ですねいや彼はねやっぱね持ってますよ。なんかちょっとちょいちょいギャグなのかわかんないですけど、大台を超えたような、もらってる額のセリフを言ったりするんで。なるほど、これあるんですかね、これちょっと調べる必要がある。そうね、基本的にやっぱりお金の話っていうのはここでやるからね、僕らも詳しくは知らないですけど、はい、まああるんでしょう。まあ多分リーダー一番もらってるんじゃないかということで。まあそうだね、まあ多分確定ですかね、これが確定でいいと思いますよ、まあちょっと許せないですけど、ね、そうですね、まあしょうがないか、まあしょうがないですよ、まあ、頑張ってますから、ね、確認とかすごいしてるし、ね、あれ誰が聞いてんのか分かんないですよねあの確認も、まあ、ここだけの話ですよ。いやもう昨日全く耳に入ってこなかった、全然入ってこなかったですね、メキシコライブの時、もうそれどころじゃなくて、じゃなくてねでもあれでもチャインチャイン入ってるからね彼に。まあね、まあ全然消せばなんはい確認しますだっておかしくない、だって誰も聞いてないのにあんなに固くなにやるってことは、あれをやることによって何かメリットがないとやらない、ね、手当がついてる、確認手当か、そうなんです、羨ましいなそうそうそう、ちょっと明日聞いてみようかなそうだね、ぶっちゃけいくらもらってんのかと、だからみんなもバンドやるときはね、やっぱぜひリーダーになってほしい、リーダーうまい、うまい汁を吸えると頑張ってリーダー目指してください、はい、皆さん、はい、頑張ってください。そういうことで、メール、ツイッターを、送ってくださいということなんですけども、はい、メールはラジガゼアットマークインターエフエムドットジェーピー、ラジガゼアットマークインターエフエムドットジェーピー、ツイッターはハッシュタグラジガゼ897、ラジガゼはカタカナでつぶやいてくださいということで、はい、ガシガシ疑問質問を、はい、送ってください。はい、お願いします、はい、じゃあ、この辺でいっちゃいますか。はい、4月27日リリースのニューシングル、アンダイング行ってみたいと思います。はい、はい、それでは聞いてください、ガゼットでアンダイング。お送りしたのはガゼットでアンダイングでした。はい、ラジガゼ、今夜はウルハとアオイで、メキシコからお送りしております。ですね、まあ、先週僕が1曲、はい、テクトンズ選ばせてもらったんですけど、はい、今週はアオイ君にじゃあ1曲、はいはい、ですね、まあ僕がなんて言うんだろう、はい、リファレンス音源っていうんですか、あの、はい、割とどこに行った時も、うん、比較対象、そうですね、聞きたい感じで、うん、割と家でもそれを聞いて、制作に臨むというか、はい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 、まあ音の空間の使い方とか、はい、ダイナミクスとかすごくいい作品なんで、ほう、とっても参考になると思います。なるほど、はい、
行っちゃいますか。ぜひ。ちょっとテンポ感早いですけど、まあ行っちゃいますか。マジですか。はいはい。じゃあそれでは聞いてください。アブリル・ラビンで、Here's to Never Grow Wing Up。続き疑問テーマバンドでいきたいと思います。はい、ですね、じゃあいきます。はい、来てください。リングネームゴミ捨て場さんです。なるほど、はっきり言ってツイッターやインスタグラムをしてない浦君の近況が気になります。なるほど。元気にしてますか。そして浦君のことをぶっちゃけどんな人だと思いますかって俺が読むのがちょっとよく分かんないんですけど。あ、なるほどなるほどなるほど。これは僕に聞いてるんですかね。どうなんですか、ね、どう捉えたらいいですか。もう今2人しかいないですからね。はい、まあ浦さんやんないですよね。何ですか。僕のとこにも来るんですよ、あの浦さんやんないんですかみたいな。ツイッターやインスタグラムですか。はいはいはい。だから僕に言われても困るわけですよ。僕浦さんないんでね。そうですね、なんですかね、でもみんなやってる。このやれっていうのはこのあれでね、ガゼットの浦としてオフィシャルでやってくれた方がいいんじゃないかの方がいいんでしょ多分ね、って言われてる方もいると思うんですけど、でもあえて俺が今ね、このこんなにゴテゴテで初めてつぶやくことってあるかな。みんなもう例えばさ、こうリリースしたらこう、わーって盛り上げるし、でもそれはもうメンバーがかなりガシガシやってくれてるから、フォローアップしてるから、あえて俺がこう乗ってきてそこでやる必要もないのかなって思いつつも、まあじゃあ逆になんかこうつぶやきたいこととか あるのかなって考えたら、特にないしな。まあね、これやっぱり人によるからね。そうだね、俺のことが何でもね、ないことつぶやきてもね別にいいけど、なんか何もないのにつぶやかなきゃって考えるのもね大変じゃん、ね、まあね、まあでもやっまあ、見てる人からしたらね、やってくれた方が多分いい、まあまあね、それはね、いいんでしょう。まあそうですね、まあでも、なんだろう、ブログとかあったからね。まあね、ちょっとまあ今お休みしちゃってるけど、まあそのうちそういうものがあればそういうところでなんか発信できたらなってぐらいには思ってるんで、まあ、ね、あえて今ツイッター、インスタグラムをやるとは考えてないですけど、ね、なるほど。はい、はい、はい、ありがとうございました。でウルハ君のことをぶっちゃけどんな人だと思いますか。あ、いやちょっと待ってな。ウルハさんどんな人ですか。どんな人ですか。ちょっと俺も気になるんだけど。まあちょっとでもいいやつですよ。まあ一言で言うなら。なるほどね、簡単にまとめますね。まあでも真面目ですよね。そうですか ねやっぱほらね、常識的なところはほら不真面目なところもあるんですよ。遅刻をするとかね。すごいな、2週にわたって。あ、なるほど。まあでも逆に言えばそこしか突っ込むことがないってことですよ。いやいやいや、そんなことないですよ、ね、素晴らしいと思いますよ、やっぱりね。本当ですか。僕とかやっぱりこう同じギターなんでね、やっぱ参考になる部分も多いですし。あ、なるほど、はい、僕はもうすごい尊敬してますよ。でもまあそれは僕にもあることですし、まあ、お互いこう刺激を受け合って、まあ、ガゼットやってるわけだから、ね、なるほど、はい、ありがとうございます。もうあるでしょう。あるでしょう。それはあるでしょう。それはあるでしょう。はい、ありがとうございます。なきゃバンドやってないですよ。そうね、そうですよね。はい、そんなことで、次の質問いきます。はい、ですね、書いてないんだよねこれ、名前がまた、はい、名前書いてないからいいっすか。はい、大丈夫です。で、はい、ステージから見ててファンのどんなとこに目がつきますか。はい、うん、ざっくりざっくりきたね。ファンのどんなとこ、例えば昨日のメキシコとかどうだった。例えば昨日のメキシコだと、まあ、なんつうのかな、なんかアクションすると湧くときってすごくリアクション大きいんですよ、海外ってね、そういうところかな。あー、なるほど、反応を楽しむ。そう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 、うん、結局ほらね、限られた環境だから、やっぱ日本みたいにこうなんか表現しきれない部分もあったりするんですよ、なんかでも自分のその時のテンションによって、
構客の見方変わったりする時ってないですか？それはお客さんの見方を、あ、いい女だなとか。いやいやいや、なんか、なんか逆に、うん、昨日のメキシコとかだとこうみんな盛り上がってるから、うん、こう自分がなんかこうちょっとフレーズで前に出たりするじゃないですか、うんうんうん、でバッて出た時に全く俺の方見てない人とかに逆に目がいっちゃったりする時ってなんかたまにあったりするんだよね。ああ、なるほどね。僕はもうほら日本でよくあるから。いや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 、そういうのまたまた。いや、もうそんな下手は多分君しか見てないです。いやいや、もうレータさんがだからルキさんですよね。だから、ああ、なるほどね。だからカイさん、だから上で言ったらウルハさんじゃないですか。いやいや、多分ね、俺多分ハゲてても分かんないと思う。いやいや、またなんか先週もこういう流れあったな。いや、ほんと僕はもうほんとガゼットに入れてよかった。上げてくるね、好感度。いやいやいや、みんながいるから僕がいる。ありがとうございます。あ、まあ、公共の電波でしかそういうこと言わない。いや、まあそうだね。まあ、うん、そうっすね、うん、まあ難しいな、これ。まあね、まあそんなに細かく考えてないけど、まあまあね、ライブ中に ねどこを見るかっていう、まあでも盛り上がってくれてればそこを見るっていうのが、ね、目はいっちゃうね、やっぱりね、うん、まあそういうことですね。はい、はい、次の質問も名前がないんですけども、はい、ライブ中に一番嬉しく感じることはどんなことですかと。ああ、僕割とあれですね、メンバーが楽しそうにしてる時かな。ああ、僕も結構あのいっぱいいっぱいなんで、やっぱライブの映像を見てると、うん、割とメンバーによく絡みに行く、あ、そうですか、タイプですよね。ああ、ありがとうございます。割と、あ、本当ですか。俺も気づいてない時とか結構あったりして。ああ、まあそれはミートですけど。まあそうっす、うん、まあでもやっぱね、まあ、ライブメンバーがやっぱみんな楽しそうだとこっちもテンション上がってきちゃうからね、やっぱりね。まあそれファンもそう思ってると思いますよ、それはね、うん、それはやっぱりあるかな、うん、ってことは結構余裕があるってことなんじゃないですかね。わあ、でもふとした時よ、でも、うんうん、ずっとはやっぱね見えないじゃんね。昔はアホみたいにさ、こう、うん、こうなんつうの、下手の方バーって行ったりとか、はいはいはい、こうステージの移動ってすげえやってたじゃん、はいはい、やってた。最近ってそんな、あのね、やんなくなったよね。そう、あれなんでやんなくなった？俺ね、うん、多分ね、なんかね、モチベーション変わったかもしれない。その、なんつうの、こうやった方がいいのかね。僕ね、最近疲れちゃうんですよね。ああ、それ歩いて行って帰ってくると。ああ、まあその体力的な疲れはあるかもしれない。まあ、まあ、それは僕 あの体力不足、まあ僕のね、太ももに出すところですけどね、うん、なんか余裕がないのがあるかもしれない。あの曲調的に、そう、 あんまいけないですよ。そう、うん、昔の曲は行きやすかった、うん、そうなんだよね。やっぱりちょっと繊細な曲が多くなってきたんで、うん、でもさ、あれってさ、うん、行かなきゃダメって思っちゃう。なんかたまに言われたりするんだけど、うん、する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 、こう下手の方まで気にかけてほしいって、うん、でも俺からしたら5人でガゼットで、うん、全員を見に来てもらってこう、うん、誰かがどうこうって思われたくないわけ、はいはい、だからやっぱり下手の方は、うん、レイと葵がこう担当してるわけだから、ステージの中でやっぱり盛り上げてくれてると、信頼関係があるから、わざわざ俺がそっちに行って、うん、なんかなんつうの、よいしょよいしょする必要はなく、まあね、もう自分がいる場所のそのそこをこうどうそれはあるかっていうのをちょっと考えちゃったりするかもしれない、うん、でもあれだよね、別に気にかけてないわけじゃないじゃん。いや、気にかけてないわけじゃない、反対側をね、もう、うん、俺らもほらもちろんそうだしさ、上手側を見るしね、どれだけこうステージ全体にこう届けようかって考えてるかってことだよね、うん、気にかけてないわけないですよ、うん、ただあえて行かなきゃ伝わんないのかって思う。あ、それは行かなくてもこっちは伝えてるつもりではあるんですけども、あ、素晴らしい、伝わってないのかな。いや、こう言われちゃうってことは、あいつらのハートに届いてるよ。本当ですかね、はい、まあ、はい、まあでも余裕があればこうグイグイね、そうだね、行ければいい、本当に余裕があれば。まあやっぱあの関東土下座とかも最近はやらなくなってるんで、うん、まあそれでまあステージ間の移動がないように思われちゃってるの、まあ うん、それはあるだろうね、でも、うん、まあ、まあ、まあ、うん、僕らは届けてるんでね、みんなが受け取ってくれればそれでいいかな、うん、
まあ、そんなわけで、はい、まあ、質問はこれで全部なんですけども、はいはい、次のミュージックいっちゃいますか。そうですね、そろそろ次のミュージックに、はい、あ、じゃあそれでは皆さん聴いてください。ガゼットでリドゥ。いつからそんな顔して、いつから壊れていた、過ぎゆく季節がないと。Enter FM 897インター FM897 ラジガゼ、今夜はウルハとおいで、メキシコからお送りしてきました。はい、はい、もうエンディングなんですけども。早いですね。今週はどうでしたでしょうか。まあ、まあ、ちょっと生意気なこともたくさん言いましたけど、まあ、いやいや、そんなことないです、まあ、でもすごく楽しかったかな。割とこうテーマが良かったのかな、このバンドについてっていうところがこう、今一度ね、バンドとは何なのかっていう、そうね、あんまり語る時もないからね、これね。でも浦さんも随分上手に並べて、進行も、いやもうね、もう分かんないっすよ、これ苦手ですわ僕本当やりたくないんですわ。そうおっしゃる。これからもぜひ頑張ってもらいたいと思います。言わないよってね、まあそういうわけでですね、はい、シングル「アンダイング」発売中なんですけども、はい、皆さんよろしくお願いしますということで、はい、今僕らはツアーのガゼットワールドツアー16ドグマティックトロアということでですね、はい、これをお送りしているのは4月29日、はい、なんと USA なんですけども、はい、ニューヨークシティ、はい、プレイステーションシアターというところで、なるほど、ライブをやっている、また素晴らしい会場ですね、はい、これね、これは初のニューヨーク、ニューヨークというかアメリカってことですよね、はい、そうですね、僕ら USA は初めてですね、うん、やっぱりやっとかそうね、うん、今メキシコなんで想像もできてないですけど、うんうん、ちゃんとアメリカでもガゼットは通用するのかっていうところ、はい、ぜひ試したいと思います。とても興味深いと思います、はい、頑張っていきたいと思います、はい、そしてですね、7月から僕らは、イレメンスムーブメントスタンディングライブツアーアナザーフェイトを、はい、繰り広げていきたいと思うんですけども、はい、そちらもぜひ皆さん足を運んでください、はい、してます。そして今月のテーマ、バンドに関する疑問も随時募集中です、はい、メールはラジガゼアットマークインターfm.jp、 ラジガゼアットマークインターfm.jp、 ツイッターはハッシュタグラジガゼ897、ラジガゼはカタカナでつぶやいてください、これから番組内であらゆる企画を進めていきますので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。はいですね、はい、それでは、はい、どうでしょう、終わっちゃいます。終わっちゃいますね。楽しかったですか、はい、楽しかったですね。そうですね、はい、まあ、結構ガチで、はい、ガチトークだったんじゃないですかね。楽しかったと思います、うん、はい、またできる機会があればと思ってます。そうですね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではガゼットのウルハと葵がお送りしましたラジガゼ、はい、来週はあれ、そろそろ来ちゃうんじゃないですか、リーダーが。リーダーが、リーダーです、そろそろ、リーダー、これソロですかね。あらギャラも2人分みたいな感じ。なるほど、さすがっす。なるほど、さすがっす。リーダー手当てが出ちゃうんじゃないですかね、はい、1人でやれば、はい、そうですね。じゃあリーダーとリーダーでお願いします、はい、頑張ってもらえる、リーダーと解散でお願いしますでは楽しみにしていてください、はい、また来週、はい。